次に大橋智弘議員の質問を許可します。大橋議員。一般質問の機会を与えていただきありがとうございます。15日から16日にかけて台風18号による被害を受けられました方々に対し、心からお見舞いを申し上げます。また徹夜で対応に当たっていただきました現場の職員の皆様方には敬意を表する次第でございます。以前から申し上げておりますように、天災であることに間違いはないのですが、毎回同じところが浸かるという意味では、市民にとって限界点に来ていると思います。行政としては集中豪雨対策の大きな施策転換が求められること、市民はそれを何年も待てないことは明らかであります。これについては10月冒頭決算特別委員会の中で議論をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは通告に従いまして質問に入らせていただきます。まず新名神高速道路事業についてであります。新名神高速道路は平成7年に都市計画決定がなされ、平成10年には施工命令が出されたものの、平成15年には抜本的見直し区間、見直し後も当面は着工を見合わせるとなっておりましたが、昨年4月に改めて事業の着手となったものであると認識をしております。しかし、地域住民からは、計画から20年近く経過する新名神高速道路が今も本当に必要なのかという声が寄せられております。確かに20年近くも経てば、当時必要であったものもそうでなくなるということはよくあると思いますし、憲法解釈だって変わるくらいの年月であります。改めて不安を抱えている地域住民のためにも、この事業が必要ということであるならば、整備することにどんな意義があるのかお尋ねをしたいと思います。続いて、葛葉駅周辺の渋滞対策についてであります。葛葉駅周辺は、駅前ロータリー周辺を中心に慢性的に渋滞が発生をしておりまして、今回、市道葛葉中央線の車線を2車線から4車線化をして、増やすということでありますけれども、まずその内容と効果を伺います。また、駅前ロータリーは路線バスの利用部分と、一般車とタクシーの利用部分に分かれていますけれども、現実は一般車がバスの利用部分に侵入し、混雑が発生しております。特に朝夕や雨天時は非常に混雑しており、先日、バスの運転手さんからも、このままの状態が続けば、いつ事故が発生をしてもおかしくない状況の中で、細心の注意を払ってバスを運行しているというお話を伺っております。葛葉駅の構造を考えれば、根本的な取り組みが必要であります。基本的には、バス、タクシー、一般車を分けるという原理原則を徹底すべきと考えますが、その対策を伺います。次に、東部スポーツ公園整備事業についてお尋ねいたします。いよいよ動き出した感のあるこの事業でありますけれども、施設の概要を拝見いたしますと、設備としてナイター照明が見当たりません。公式野球もできる野球場ということで整備がなされるわけですから、例えば今、高校野球の甲子園の予選は、寝屋川ではやっておりますけれども、当然、枚方ではやっていないわけであります。こういったものをある意味で誘致しようと思えば、それなりの施設にしなければならないと思っていますし、利用対象を社会人まで広げて、球場の有効活用を図ろうと思えば、夜間の照明は必須ではないかと考えております。また、おそらく照明なしで建設したとしても、その後にこうした要望が出てくるものと思いますし、それからの対応になれば、かえって割高になるものと考えます。以前も委員協議会で申し上げたことがあるんですけれども、ここはやはり当初から照明設備についても設置しておくべきと考えますが、ご見解をお尋ねいたします。続いて、住環境施策についてお尋ねをいたします。住居の不適切な管理により、敷地内にゴミがあふれかえっていること、いわゆるゴミ屋敷や空き地からの雑草が生い茂り、道路や隣接地にはみ出していることなどの事例をよくテレビ等で拝見します。ただこれはテレビだけの話ではなくて、この枚方でも起こりうることですし、現に枚方でそういう事例があるとお聞きをしております。こうした事例に対して、枚方市ではどのような対応を行っているのか、また近隣市の現状についてもお尋ねをいたします。最後に、更生保護施策の推進についてお尋ねをいたします。
本年10月1日に枚方市において枚方片野地区保護司会が更生保護サポートセンターを開設され、このことについては歓迎しております。このセンターは保護司保護司会が地域の各関係機関と連携しながら地域で更生保護活動を行う拠点となるものでありまして、保護観察対象者との面談場所の確保をはじめ、地域に根ざした各種セミナーや夜間巡回などさまざまな活動が可能になるものと考えますが、その活動の一つに協力雇用主の開拓紹介というものがあります。これは犯罪や非行をした人に対する円滑な社会復帰策として、すべての事情を認識した上で就労先を斡旋確保することを目的としており、有効な再犯防止につながり、もって地域の治安維持にも寄与するものと考えております。世の中の犯罪や非行のおよそ6割が再犯再非行だという統計もあります。だとすれば、一度罪を犯した人が再度の罪に走らないようにすることが地域社会の安心安全にとって重要なことであると同時に、その人にとっても大切なことであります。また職を持っていない人は持っている人よりも再犯率が5倍というデータもあります。犯罪や非行をした人への就労支援は保護観察所において協力雇用主を募集されておりますけれども、枚方市においてはまだまだ少ないのが現状でありますし、国だけの取り組みでは地域では限界があると思います。更生保護活動の中で就労支援という観点から協力雇用主の拡充に対する市の支援、とりわけ広報的な支援ができないかお尋ねをいたします。以上で1回目の質問を終わります。小山土木部長。1の新名神高速道路事業の意義についてお答えいたします。新名神高速道路の着工に至った経緯につきましては、国土軸を形成し、我が国の産業経済の基盤や国際競争力を強化するためにも極めて重要な路線であり、3つの役割を担っていることによります。まず1点目は三大都市圏の連携強化、2点目は名神高速道路の定時性安定性のサービス改善、3つ目は災害時等の代替確保と道路ネットワークの多重化による信頼性向上などが示されておりまして、本市といたしましてもこれらの重要性を認識しているところでございます。次に2の葛原駅周辺の渋滞対策についてお答えいたします。市道葛原中央線の車線を増やすことにつきましては、葛原駅方面への交通の円滑化を推進するため、モール南交差点から葛原中央交差点付近の区間におきまして、西行き車線の2車線化を計画をしており、年度内の実施を目指しているものでございます。効果につきましては、現在男山方面からの交通が葛原中央交差点を6階の信号で通過しているところが2階以内で通過できると見込んでおります。次に駅前ロータリーの混雑に構造的な観点から取り組んではとのご意見でございますが、駅前ロータリーや周辺道路は一定の整備が行われていることから、現時点では再整備の計画はございません。しかしながら、葛原モールのリニューアルに合わせまして、北ロータリーにシェルターを整備し、モール内を利用して、雨に濡れずに葛原駅に行くことができるよう、京阪電鉄が計画していることから、より一層の北ロータリーの利用を働きかけてまいりたいと考えております。さらに駅前ロータリーにおきましては、バスと一般車の分離利用ができるような取り組みを検討してまいります。西口社会教育部長。はい。3、東部スポーツ公園整備事業についてお答えいたします。東部スポーツ公園内の野球場につきましては、平成26年度完成を目指し、ナイター照明の設置も視野に入れ、現在実施設計を進めているところでございます。岩田環境保全部長。は
次に住環境施策についてお答えいたします。空き地や住居の不適正な管理につきましては、本市では枚方市住みよい環境に関する条例に基づき、空き地からの雑草のはみ出しや敷地内にゴミの散乱が認められた場合は、土地の所有者等を調査し、適切に管理するよう文書による指導を行っております。また近隣市の状況ですが、本市と同様に適正管理を呼びかける文書を土地所有者等に送付することにより対応をされております。人見健康部長。厚生保護施策の推進についてお答えいたします。厚生保護サポートセンターは協力雇用主の開拓紹介などの活動拠点としての機能も併せ持ちますことから、本市としてこの度施設の整備や運営の支援を行うこととしたものでございます。また現在、保護観察所のパンフレットや保護司会の広報誌を健康総務課の窓口に置き周知を図っておりますが、今後さらに協力雇用主を拡充していく観点で、保護観察所や保護司会と連携しながら募集に関する周知広報などの取り組みに努めてまいりたいと考えております。大橋議員。それぞれにご回答いただきましてありがとうございました。これから2回目の質問要望等に移らせていただきます。まず新名神についてですけれども、国が言うですね、新名神の意義、そしてまた市の受け止めということについては理解をいたしました。まあ、客観的に考えれば、現時点で新名神高速道路というのは、枚方市域を通過するだけの道路になっています。まあ、それどころか、枚方市域を通過するにあたっては、長尾家具町で地下に潜って、船橋で地上に出るという、枚方市内の非常に短い区間でありながら、ある意味で異例の構造、工法ではないかとも思います。単純に考えても、こうした構造の上に住むことになる住民が非常に不安を覚えることは容易に想像できます。まあ、こうしたことを仮にデメリットと捉えるならば、これを上回るメリットが本市にとってあるのかどうか、まずお尋ねをしたいと思います。小山土木部長。本市についてのメリットについてお答えいたします。新名神高速道路は地域間交流による市内産業の活性化や災害時の広域的な運搬ルートの確保など、本市を取り巻く環境の改善に大きく寄与するものであると考えております。また、本道路は本市の規制市街地を通るため、都市計画の段階から大半の区間を地下式として、地域の分断への影響が少ないよう計画されているとともに、広大な面積が必要となります。インターチェンジは本市に隣接する八幡市高槻地域に整備されるということになります。まあ、こうした計画は本市のまちづくりへのメリットをより確かなものとするため、八幡インターチェンジにアクセスする都市計画道路内里小屋道線や高槻インターチェンジにアクセスする淀川渡河橋の整備を国府等に働きかけてまいります。大橋議員。はい、ありがとうございました。まあ、ちょっと何と言いますか、こう煙に巻かれたような感じもありますけれども、次に進んでいきたいと思います。計画時にはですね、環境アセスメントを実施したと聞いております。しかし先ほど申し上げたように、当時からはかなりの時間が経過をしておりまして、まあ、通常通り考えればですね、現在の環境面においての再評価が必要ではないかと思います。地元住民からしましても、当時と同じ住民の方ばかりではない現状を思えば、やっぱり再評価があってしかるべきかなというふうに思いますけれども、その予定があるのかどうかお尋ねをします。小山土木部長。はい、環境アセスメントについてお答えいたします。新名神高速道路の環境影響評価につきましては、平成7年の都市計画決定の際に実施されておりますので、現在のところ、当時の計画に対し車線数が増えるなど環境面に対する負荷が増大するような計画ではなく、再度の環境影響評価の実施は予定されておりません。しかしながら、周辺環境に十分配慮するため、事業者である NEXCO 西日本において、本年8月から沿道における大気汚染物質の現状調査が実施されているところでありまして、
今後とも環境面に十分配慮した道路設計が進められるよう働きかけを行ってまいります。大橋議員。はい、ありがとうございました。まあ、国策としてある意味で行われるものですから、まあ、枚方市にとってのこうメリットがどうこうと言われても、まあ、少しまあ難しいのかなというふうにも、そんな気持ちもですね、分からないではないんですけれども、まあ、しかし、地元のまあ不安感についてはですね、ぜひともご理解をいただきたいというふうに思いますし、まあ、そうした不安感を取り除くのは、国ではなくて、やっぱり地域をよく知る地方自治体であり、枚方市であるということについては、まあ、どうしてもこれはご承知いただきたいなというふうに思います。まあ、そこのところはですね、今後、国策だからということで、上から押し付けるんじゃなくて、細かいことでもですね、思いやりを持って、ぜひとも取り組みをきっちりですね、政策として反映をしていただきたいなというふうに思いまして、要望して、この項目を終わります。次に、葛早駅周辺の渋滞対策についてであります。まず、北ロータリーに一般車を誘導していくというお話だったと思いますけれども、まあ、これではですね、僕は先ほど申し上げた、分けるということを徹底できるわけではないのかなというふうに理解をしております。一般車は北ロータリーにも進入、駐車できるということになるのみで、むしろ全体では一般車が増えるという可能性もあります。まあ、最後の方にですね、分離利用の取り組みを検討するという答弁がありましたけれども、まあ、やはり駅前ロータリーの抜本的な対策が必要だと思います。まあ、予算のこともあって、なかなか難しいと思いますけれども、まあ、地域の方からよくお聞きをするのは、松井山手駅のように完全に分離するとか、まあ、規模は違うけれども、新大阪駅のように立体して分けるとかですね、まあ、なかなか難しいんですけれども、まあ、今の枠組みにとらわれずに考えていくという必要があると思います。まあ、ロータリーの真ん中にある植え込みを削ってでもやるとか、当面は植え込み周辺に止めている迷惑駐車の取り締まりを強化するとか、路上表記や看板を増設するとか、まあ、今でもできる対策があると思いますので、まずそういったところからお願いをしておきたいと思います。続いて東武スポーツ公園整備事業についてであります。正面については理解をいたしました。まあ、機を捉えるとは今のことだと思いますので、ぜひともお願いをしておきたいと思います。さて、以前も申し上げたことがあるんですけれども、まあ、この東武スポーツ公園の野球場部分についてネーミングライツとして活用するには、これはもってこいではないかなと思っております。まあ、本事業は公園整備として国からの補助の活用もあるというふうに聞いておりますから、多少の工夫は必要なんだろうと思いますけれども、活用に向けて進めていくべきだと考えます。そこでこれに対する考え方と、近隣の野球場やスタジアムでのネーミングライツの活用状況等についても分かる範囲で結構ですので、お尋ねをいたしたいと思います。西口社会教育部長。はい。野球場のネーミングライツにつきましては、大阪府内では現在豊中市立手島公園野球場で募集を行っていると聞いております。また兵庫県では尼崎市の記念公園野球場や三田市の城山公園野球場などの導入事例がございます。大橋議員。はい、ありがとうございました。まあ、オリンピックも誘致されましたし、スポーツ好きな経営者というのは、まあ、結構多いんだろうと思います。まあ、もちろん単に募集をするだけではなくて、トップセールスというところも含めた施策展開を要望しておきます。続いて、未だ整備内容が完全に固まっていないという緑地公園部分について質問をいたします。これも以前申し上げたことがあるんですけれども、まあ、せっかくですね、この地域に野球場を作るわけですから、スポーツ経験者としてはそれだけではちょっと物足りないといいますか、もったいない気持ちになります。そこで緑地公園部分にも一定の球技もできるような多目的グラウンドを作るべきだと思いますけれども、ご見解を伺います。小山土木部長。東武スポーツ公園の緑地部分にの整備についてお答えいたします。緑地部分の整備内容につきましては、土地利用上の制約などから、緑の復元とその中を散策できるような整備を予定しておりますが、現在地元協議を進めており、その中で一定の多目的スペースの確保についても検討していきたいと考えております。大橋議員。はい、ありがとうございました。当然ですね、地域の声大切ですから、十分にお声をお聞きいただきまして、
僕としては広大な土地に緑地公園だけというよりは、一定ですね、多目的なグラウンドスペースとして活用できたらなと思っておりますので、要望として添えたいと思います。続きまして、住環境施策の2回目の質問に移ります。文書による指導を行っているということですけれども、所有者等がその指導に従わない場合などに、市が強制力を持って行わせることはできないのでしょうか。大阪市では、いわゆるゴミ屋敷に強制力を伴う条例の制定に取り組んでいると聞いておりますけれども、本市ではどうでしょうか。お尋ねをいたします。岩田環境保全部長。はい。文書指導に従わない所有者等に対しては、再度文書を送付することや、連絡先が判明した場合には、電話による指導等を繰り返し、粘り強く指導を行っております。議員お示しのとおり、大阪市では条例制定に向け取り組んでおられますが、本市としては大阪市の状況を注視するとともに、先例、先進事例について調査研究してまいりたいと考えております。大橋議員。ありがとうございました。結論としてですね、やっぱり従っていただけない場合についてはなかなか難しいと、いうことが分かったと思います。実は僕もですね、保護観察官時代に、いわゆるゴミ屋敷と呼ばれるところに行ったことがあるんですけれども、指導という名のもとにですね、あくまでお願いベースのことしかできない、行政としての無力といいますか、限界点みたいなものを感じたことがあります。一昔前ならばご近所付き合いですとか古き良き時代の機微というところもあったんだろうと思いますけれども、価値観の多様化ということでしょうか、個人の自由の範囲が増えてきているんでしょうか、こうした新しい問題に地域でも直面するようになりました。これ以上その質問という形では申し上げませんけれども、ゴミ屋敷ではですね、横が通学路で敷地内とはいえ粗大ゴミとか家具を高く積み上げているようなケースがありますけれども、それでも行政としてやっぱり何もできない。また空き地などから草が隣の家まで生い茂ってきていてもやっぱり何もできないということは、これはやっぱり明らかに自由の行き過ぎなんじゃないかなというふうにも思います。大阪市の事例などを見極めながら、もちろん資本主義が原則ですから、あくまで例外措置としてこうしたことに行政として一定の関与ができるよう要望させていただきます。資本主義じゃなくて私有地ですね、すいません。最後に更生保護施策について要望させていただきたいと思います。法務省のホームページでは、更生保護サポートセンターの活動例として地域の機関団体とのネットワークを活用した犯罪非行防止活動などがあります。今後ですね、枚方市における更生保護活動を推進していく上で、更生保護サポートセンターにおいてソフト面での支援をしていただくように要望したいと思います。この更生保護の分野というのは、なかなか日の目が当たらない分野というふうにも言えまして、一昔前は人知れずひっそりと行う、そういうことでむしろ良かったというふうにも思いますけれども、今では犯罪の予防啓発活動まで担う保護司の負担は大きくなっているということについては、ご承知をいただきたいと思います。話は少し変わりますけれども、数年前に導入されたものに、裁判員裁判というものがあります。一般的にはこれは、裁判に裁判官という専門官だけではなくて、市民感覚を入れていこうという趣旨で言われておりますけれども、違った側面もあります。罪を犯した人の 99% 以上が、いつかは地域に帰ります。最後はみんなで受け入れなければならない現実がある以上ですね、入り口についてもみんなで決めましょうというのも、一つのこの裁判員裁判の意義であります。これはこれまで国が一元的に担ってきた刑事施策を地域で共有するという一例なんですけれども、常々感じていることに、刑事施策というのは国等において主体的に行われるものであるがゆえに、自治体の方では関心が薄くなりがちだということであります。しかし刑事施策の元となる出来事っていうのは常に地域で起こっているわけですから、刑事施策に対するとりわけ、いわゆる社会内処遇ですね、このソフト面での支援については、ぜひとも市においても積極的に行っていただくよう要望いたしまして、今回の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて、大橋智弘議員の質問を終結します。